ピーテル・ヤンス・サーン・レダムは、オランダの画家、教会の内部を描いた作品で知られている。サーン・レダムは、アッセンデルフトで生まれた。父親は、北方マニエリスムの版画家、ヤン・サーン・レダムである。父親は1607年に亡くなったが、生前オランダ東インド会社に投資するなどしていた、ため、家族に遺産を残していた。1612年に、ハールレムに移り、 その50年ほど、フランスデグラバーの弟子となる。サーン・レガムは死ぬまでハールレムに住んだが、オランダ国内を旅していろいろな都市で絵を描いた。1623年には、ハールレムのセール革組合のメンバーとなる。その3年後には、ハールレムの歴史を記した本の挿絵を依頼され、そこで初めて、ハールレムのシントバフォー制の内部を描いた。サン・レダムの油彩画50ほど残っているが、 そのうちの半分は、シントバフォセイドウとユトレヒトの境界道を描いたもので、ある。他には150ほどの素描が残されている。サーンデダムはそのキャリアの初めから、建築を描くことに集中していた。彼は、境界の内部を描くという新しい絵画のジャンルを、確立したと言える。また、建築家のヤーコブ・ファン・カンペンからも影響を受けていると思われる。ピーター・ジャンスス、サンディダム。 ハットピーター・ジャンスス・サンリダムエントリー・イン・ザ・ W ・ RKD ・ハットピーター・ジャンスス・サンリダムありがとうございます。